かつての大た屋台大たことは、大阪府大阪市中央区にある、たこ焼き店舗である。2010年までは屋台で営業を行っていた。1972年、大阪南道頓堀の多財門京南詰めの路上脇で開業。観光ガイドにたびたび取り上げられ、休日には観光客が行列をなす、有名店であるが、開業当初から、 大阪市有地を不法に占有している状態であった。しかし、大阪市は大田湖に対して指導を行ってこず、食品衛生法による営業許可を与えていた上に、観光情報を扱う大阪市のウェブサイトで大田湖を紹介してさえいた。2006年12月、20年以上占有して取得事項が成立しているとして、大田湖は、 大阪市を相手に所有権の移転登記を求めて、大阪地方裁判所に提訴し、翌年5月に、大阪市から不法選挙であるとして反訴された。2009年3月の大阪地裁第一審では、大田区側に過去12年分の土地使用料の支払いのみを命じたが、2010年1月30日の、二審では、土地の明け渡しも命ずる判決が悪だった。1月29日に、 大阪高等裁判所で地裁判決が確定し、大田子は2月12日に最高裁判所へ上告したが、7月20日に最高裁は上告を退け、過去の土地使用料支払いと土地の明け渡し命令が確定した。これを受けて大田子は屋台をすぐ前の指導へずらして営業を続けていたが、行政大執行による強制撤去の執行停止を求めた申し立てが、 大阪地裁に却下されたため、12月16日に自主撤去した。その後、沢田隆次らの取り計らいで、向かいのビルに入居し、12月25日に営業を再開した。屋台跡地には、再選挙を防ぐために、大阪市がパンジーを植えたプランターを設置している。ありがとうございます。